こんにちは、さあやです。はい、今日はですね、アットコスメ東京にちょっと行ってきたんですけど、口コミで人気の商品を買ってきたので、そのね、購入品を紹介していきたいと思います。で、ちょっと袋がね、今回このエコバッグ初めて使ったんですけど、なんか袋がさ、ロゴがないからさ、どこかわかんないと思うけど、アットコスメ東京に行ってきました。チュパットっていうエコバッグなんやけど、これカバンに入れとくときもこのぐらいのコンパクトに畳めるの。これはですね、ウカのスカルプブラシ剣山なんですけど、もうこれは私がすっごく大好きで、で、お母さんがうちんちに来てお風呂入った時に、何これ、めっちゃいいって言って、私も欲しいって言ったので、見つけてね、そう、売ってたので買ってきました。で、これもね、すっごく大人気なんですけど、今回買ったものは、これは私は使ったことあるものだけど、それ以外はちょっと初めてのものなんだけど、これ開けるわ、お母さんだけど。黒が普通の硬さで、ピンク色があるんですけど、ピンク色はこれよりもソフトなタイプになってます。ピンクは使ったことないけど、私はこの普通の硬さでちょうど気持ちいいなーぐらいなので、お母さんにもこれを買いました。トゲトゲのねブラシなんですけど、シャンプーブラシってこう、ここになんかこう持ち手がついてて、こうやって使うイメージがあったから、持ち手ないってどうなんだろうって思ったんですけど、蝶々みたいな形になってるのが、こう手がねフィットしてすごく握りやすいんですよ。シリコンのブラシになってるんですけど、このねトゲトゲがすっごいすごい気持ちよくって、で、今夏だからやっぱり頭皮の匂いだったりとかも気になると思うけど、これはすごい頭皮の底からなんかもう洗ってるっていう感じがめっちゃするんですよ。チクチクの部分をこうやって頭皮に当てて、こうこうやってキューって押すと、なんかもうマッサージみたいな感じで使えて、それもねめっちゃ気持ちいいんですよ。自分でやるから、そのちょっと痛いなと思ったら力弱めたらいいし、私は結構痛気持ちぐらいがちょうどいいなと思ってやってるんだけど、汗かいたりするからさ、すごい洗った時も爽快感があるから、めっちゃおすすめです。今ねエクステがついてるので、そういうエクステついててもこうなんか根元にガシガシ引っかかったりとかもしないし、まあ洗い方によるかもしれんけど、すごいエクステつけてる方とかだと結構頭皮とかね、綺麗に自分で洗ってるつもりでも意外と洗えてなかったりするんで、めっちゃおすすめです。超おすすめです。マッサージにもいいし、洗うのにもいい。髪の毛つながりで髪の毛のものいこうかな。こっからは私も初めて使ったことのない商品になります。モーガンズのスタイリングヘアミスト、洗い流さないトリートメントのスプレータイプのものになります。ドライヤーとかする前にこう髪の毛にシュッ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 ってして使ってくださいっていうやつなんですけど、匂いとかどんなんかな。でも普通のスプレーです。ちょっとスプレーしてみるね。これね、匂いがね書いてなくって、その匂いフェチだから、自分の好みの匂いじゃないとちょっとどうしようかなと思いつつ、すごい口コミを信じて今回買ってみたんやけど、柑橘系のなんかちょっとレモンっぽいんだけど、レモンじゃなかったらあれやけど、爽やかな匂いがしますね。でも夏だから結構爽やか系もいいかもしれない。めっちゃ匂うってよりは、こうやって髪近づけてほのかに香るってくらいですね。さっきちょっとアイロンしちゃったばっかだからサラサラはサラサラだけど、これはやっぱりドライヤーをねやる前とかスタイリングする前に試してみたら一番わかると思うんだけど、なんか4種類のセラミドやアルガンオイルとか補修保湿成分を豊富に配布しています。で、霧のように細かく優しいミストで髪に潤いと自然なツヤを与えます。もう一個ね、髪の毛のものを買ってみたんですよ。それがこちら、韓国でもね大人気なんですけど、エッセンシャルディライトフルオイル、こちらは洗い流さないヘアトリートメントのオイルタイプの方になります。ダメージヘアを滑らかにしてくれるタイプになっていて、タオルドライしてドライヤーの前に使うやつですね。よく見ない？これインスタとかで。このシリーズね、シャンプーだったりクリームタイプだったりとか、洗い流すトリートメントとかもすごい人気で、なんか10秒で髪の毛が浸透してツヤツヤになるとかいうやつとかもねあったりする。結構人気のやつなんですけど、オイルは割とサラッとしてますね。あー、こっちは甘い香りだ。あ、こっちの方が匂いは好きかもしれん。なんだろうね、優しい甘さなんですけど、なんか柔軟剤みたいな香りっていうのかな、なんかねすごい優しい甘い香りです。なんだろう、わかんないけど、
あんまり好き嫌いなさそうな香りな気もしたりするね。なんか最近私オイルってよりはミルクタイプのドライヤー前に使ってたんですけど、夏だとさ紫外線で髪の毛が結構ダメージ受けたり乾燥しやすいから、ちょっとミルクより重たい方がいいなと思ってて、これちょっと使ってみたいと思います。これはすごい女の子みたいな香りやけど、こっちのスプレーの方はなんか男女問わず使えそうな爽やかな香りですね。でももう匂いわかんないな。これはですね、美容家の人が雑誌で紹介してました。これ1個しかなかったの、買えて嬉しかった。ハイブリッドバスタブレットですね。入浴剤なんですけど、肌への優しさにこだわった天然ミネラル成分と美容健康に効果的な炭酸ガスによるダブル検を利用した美容発泡入浴料、肌のバランスを整え健やかで美しい肌に導きます。ミネラル成分が入ってて、で炭酸のタブレットなのでちょっとシュワシュワーとなるやつですね。匂いがみずみずしい洋梨とフレッシュな花々の香りだって。このまま嗅ぐとちょっとやばい。むせる。このまま嗅ぐものではなかったけど、でもいい匂いだった。ツプツプツって、これが多分そのヒマラヤ岩塩かな、ピンクソルトじゃない？でもこのメーカーのやつってこの種類しかないんですかね。オトコスメストアにはこれしか置いてなかったんだけど、1個しかなかったからめっちゃ気になってて、あーこれだーと思って買えてよかった。こちらはフレイオイルミルキーバスオイルです。オイルタイプのこういうね入浴剤で、潤いリッチなミルキーなバスオイルになっていて、匂いがジャスミン、バニラ、ラベンダーの香りです。ラベンダー系だから癒し系の香りですよね。でバニラも入ってるからちょっと甘い感じなのかな。天然ビタミン E を含む植物性オイルが入ってる。スベスベで柔らかな肌へと導いてくれるみたいです。なんかねうっすら乳白色になるんだって。私ここのねやつは使ったことなくって、ドイツのやつなんですけど、何個か入ってるセットのやつもあったんだけど、気に入ったらまた買おうと思って、今回はこの1回きりのやつを買ってきました。最近さ暑いからさシャワーで入ることも多いんですけど、時間があったり余裕があるときは湯船使って入浴剤入れてお風呂入るの好きだから、いろいろねこういうの試してみたいから買いました。オトコスメストアに行くとね、なんかパックがねいっぱい置いてあるから、見たことないパックとかあるとついつい気になって買っちゃうんですけど、3種類買ってきたんだけど、まずこちら、じゃあリーダースインソリューション、こちらの青い方がモイスチャーシートマスクで、こっちの緑の方がクリアタイプ。特徴が肌にたっぷりと潤いを与えてプルプルな素肌に導く高保湿ケアタイプです。混合肌の方も乾燥肌の方もオイリー肌の方にもいいよっていう感じですね。でこちらの緑の方もオイリー肌にも混合肌にも乾燥肌にも使えるんですけど、こっちはね肌荒れ、テカリの気になる肌を整え、滑らかな素肌に導く健やか肌ケアのタイプになってます。ちょっと全然違う。こっち保湿、こっちちょっと肌荒れした時とか肌トラブルした時にも使えるっていう感じですね。でもう一個こちらメディフィールですね、大好きな。あゆちゃん何やってんの。ブラックマスクの方ですね、これが保湿、肌の引き締め、ツヤ、キメになってます。なんかメディフィールとかさ、もうめっちゃいろんな種類あるじゃん。なんかいろいろ試してきたから、もしかしたら使ってるかもしれないけど、多分使ってないと思うんだよね。そう、でもメディフィールのシリーズは本当に大好きで、なんか私的にハズレがないなーって感じてるから、これも気になって買ってきました。もう見た瞬間に、これと思ったんですけど、韓国コスメのスキンケアブランドなんですけど、私のその好きな美容家の方が、買いました。ベーシックコレクティングスクエクスフォーリエフォリエーター、韓国コスメの名前ちょっと難しいのが多いな。見たことある方もねいるんじゃないかな。最近結構ちょくちょく見かける。開けてみるよ。あすごいトロトロ、危な。こんな感じです。いやー怖い怖い。スクラブ洗顔料になるんですけど、コーヒーからできてるやつで、珍しいよね。水で濡らした後に30秒ほどこう優しくマッサージするようにして洗い流してください。毛穴の詰まりとか、なんて言うんだろう、古い角質とかをもうちょっとこうケアする特別ケアも取り入れたいなと思ってスクラブをちょっと今回買ってみました。敏感肌のところもあって、スクラブは合わないものと合うものが結構あるんですよ。そう、これはちょっとわかんないけど使ってみようと思います。でもなんか結構トロンとしてたね。あ、じゃあ匂ってみよう。コーヒーの匂いするのかな。めっちゃコーヒーの匂いする。カフェにいる気分になるやん、これ。コーヒーチョコみたいな感じ。なんかでもコーヒーのちょっと酸味のある感じもね、あるんですよ、匂いの中に。コーヒーが嫌いじゃなかったら
いけると思います。初めて買ってみました。ジュリーク、オーストラリアのオーガニックのブランドみたいです。なんかジュリークが30周年の記念をやってて、ブースをやってたんですよ。行ったらすごくよくって買っちゃいました。まあ、そのお姉さんが言ってたんですけど、オーストラリアって結構なんていうの、オーガニックの基準が厳しいんだってね。だけど基準をこうクリアして選ばれた植物オイルを使ってるやつで、匂いがね4つぐらいあったんですけど、これは私はローズにしたんだけど、ローズじゃなくてもう一個ね、なんか結構ねいい香りのやつがあったんですよ。けど甘い方がいいなと思ってローズにしました。ポンプタイプだから手が汚れないのがめっちゃ良くない？こんな感じのボディクリームほどこってりしてなくって、もっとサラッとした仕上がりです。仕上がりじゃない、サラッとしたテクスチャーなんですけど、うん、めっちゃローズ、こうやってスーって馴染んで、表面が塗ったからそりゃしっとりはしてるんだけど、ベタベタした感じがないんですよ。だからさ、夏ってさ保湿するけど、こうベタベタ重いとちょっとなんか嫌じゃない？だけど夏場でも本当に気持ちよく使えるもうローションですね。もうすごいサラッとしてんの。冬はもうちょっと保湿がね高いものがいいかなと思うかもだけど、夏はもうこれぐらいが一番なんか快適だなっていう。キャンペーンをやってたから5000円以上だと3つ選べて、試供品がこれただです。クリームと美容液を選んできて自分で選べるんですよ。でこっちがハンドクリームです。匂いはねローズしかなかったので選べはしなかったけど、なんかミニサイズのハンドクリーム超良くない？超ちっちゃいんですけど、これは入り口に入ってすぐに置いてあって人気で、またこれもラスト1本だったんですけど、ジョンマスターのリップカームバニラの香り。なんかジョンマスターだからちょっとさスーッとしたさ、なんて言うんだろう、オーガニックの香りはするんですけど、その中にちょっとバニラの甘さがある感じ。デイリー使いしやすいリップクリームって感じがする。私さ最近さ結構重ための、寝る前につけるぐらいのね、結構重ためのリップケアのものを使ってるから、それと比べるとちょっと軽い感じがするけど、うん、あでもなんかすごい唇しっとりするわ。バニラっていうと私の中で結構甘めなイメージがあるので、ちょっとラベンダーっぽいなと思ったんだけど、ここにやっぱりラベンダー油が入ってた。ラベンダーがちょっと強くてほんのりバニラって感じかも。こちらがセザンヌのトーンアップアイシャドウ、これ言ってたやつの8番のハニーブラウンです。開けましょう。私ねトーンアップシャドウがもう本当に大好きなんですけど、新色が出るとやっぱり毎回買っちゃうな。今回のこのハニーブラウンはブルベの方もイエベの方も使いやすいカラーになっているそうです。ツヤツヤキラキラ、オレンジベージュって感じのカラーかな。やっぱりねオレンジベージュって感じかな。優しげなカラーですね。でこれはね結構ゴールドに近いようなベージュ系のカラーなんですけど、締め色はちょっとラメ感が一番控えめになってて、肌なじみのいいカラーっていう感じがします。可愛いねめっちゃ。デイリー使いしやすいカラーだなっていう風に思います。で結構この暖色系なので夏のねメイクにもいいし、キラキラが結構入っててすごく可愛いの。ゴールドのラメがキラキラキラって入ってるから、そういう華やかな目元になってとっても可愛いなって思います。今度ゲットレディウィズミーとかなんかメイク動画とか撮るときに使いたいと思います。次は気になってたんですけど、初めてここのコスメブランドの商品を買いました。トーンっていうねコスメブランドなんですけど、初めて、まずこれからトーンペタルアイシャドウ。なんかめっちゃいろんなね色があったんだけど、結構売り切れが多くって、そう SNS で大人気って書いてある売り切れが多かったのよ。でもその中でもすごい可愛い色があったので買いました。でパッケージもクリアですごく可愛いよね。2色入ってるアイシャドウになります。さっきがセザンヌオレンジっぽかったからちょっとピンクっぽくしたの。薄いカラーとちょっと濃いカラーのツートンのアイシャドウです。こちらもアイシャドウになるんですけど、リキッドタイプのアイシャドウの03番になります。リキッドタイプのアイシャドウ買うのめちゃくちゃ久しぶり。2つも一気に出します。はい、今ねここに2色の方出したんですけど、結構ね薄いです。これでも3回ぐらい重ねたんですけど、だいぶナチュラルめなカラーでふわっとしたね色合いなのかな。結構薄めです。柔らかい粉質でふわっと色づく、なんかもうのせただけでぼやんとした柔らかいね目元になりそうだなっていう感じの、結構淡めな発色ですね。でこっちがリキッドタイプ、まだ伸ばしてないので伸ばしたいと思います。いきます。
お、ちょっと待って、喋ってたから結構固まっちゃって、もう一回出すわ。はい、ちょっともう一回やりますね。こちら、じゃーん、かわいい、ツヤツヤ。これはね、ちょっとね、赤みのあるブラウン系のシャドウですね。めっちゃ綺麗じゃない？こっちやっぱりちょっとね、伸ばせてなかったね。こんな感じです。で、最初は本当にリキッドなのでトロッとしてるんですけど、伸ばすとめちゃくちゃサラサラになります。密着した後はこうやってやってもよれない。キラキラで可愛い。めっちゃ中にね、ゴールドのラメが入ってますね。私が結構気になってたけど買ったことなかったんだよね。ムーのスキンスムーザがトーンから出てて、これはね、限定品なんですよ。かわいい見た目。これ何かって言ったら、あの、塗る油取り紙みたいな感じで言われてるやつなんですけど、肌を乾燥させることなく、つるんとした陶器肌になってくれて、毛穴やデコボコ、小じわをぼかし、サラサラの仕上がりにします。で、これがベージュとクリームカラーなんですけど、今回のが滑らかな肌に仕上げてくれる。このムーのやつって結構ピンクとかさ、ラベンダー系のカラーがイメージがあったけど、これはベージュ。こんなしっとりしてる感じなんだ。塗るとすごいサラサラってなるけど、え、めっちゃ使う、楽しみ。あー、いいね、サラサラになります。なんか塗ったらその部分の肌がつるんとしてサラッとした仕上がりになります。鼻とかに使いたい。今さ、マスクするからさ、鼻よりやすくなるじゃん。これ使いたいな。今回ですね、購入品今紹介したと思うんですけど、いつもその動画のなんていうの、合間に挟めて購入品の実際に使った感想って言ってきてるんだけど、それが気づかないね方も結構いるので、これ気になるってあってもさ、そのことを喋ってる動画がどれかっていうのがさ、タイトルにないからわかんないじゃん。なので次回の動画で実際にこれを本当に丸々一日使ってみてどうかっていうのをやりたいと思います。なので特に気になるものとかあったらコメントで書いてください。パックはちょっと3つあるからどれか1個にしようと思ってるので、というわけで今回はアットコスメ東京で口コミ人気のものを買ってみた動画でした。今日も最後まで見てくれてありがとうございました。次の動画もまた見てね。チャンネル登録お願いします。さよでした。バイバーイ。